1朝礼をしています。2書類を作成しています。3新製品を見せています。4プレゼンテーションしています。1商談を終えたところです。2質問しているところです。3レセプションを始めるところです。4社内を案内するところです。1部下たちが会議をしています。2部下たちが仕事に励んでいます。3部下たちは電話をかけています。4部下たちが上司の受けた電話を気にしています。1電話をかけています。2電話を切っています。3電話を交換しています。4電話を取り次いでいます。1会議室で説明をしています。2応接室で商談しています。3社長室で挨拶しています。4休憩室で新聞を読んでいます。1資料を作成しています。2値段交渉しています。3売上を説明しています。4社内を案内しています。1上司に報告しています。2会議をしています。3企画を立てています。4資料を作成しています。1資料作成を頼んでいます。2電話を取り次いでいます。3商談をしています。4プレゼンテーションしています。1契約書を確認しています。2謝罪をしています。3自己紹介をしています。4新製品を紹介しています。1お客様を見送っています。2アポイントを取っています。3電話を取り次いでいます。4取り次ぎを頼んでいます。
社員が取引先の人に電話しています。この社員はこれから商品のサンプルを持っていきたいと思っています。何と言いますか？1。これからサンプルを届けたいんですが。2。これからサンプルを届けてあげたいんですが。3。これからサンプルをお持ちしたいんですが。4。これからサンプルをお持ちになってあげたいんですが。男の人が訪問先で新商品の説明をしています。この男の人はどのように話を始めますか？1。ではご説明してあげます。2。ではご説明して差し上げます。3。ではご説明していただきます。4。ではご説明させていただきます。ある会社の営業部の社員が今まで取引のない会社を初めて訪ねています。この社員はどのように挨拶しますか？1。いつもお世話になっております。2。今まで大変お世話になりました。3。突然お邪魔して申し訳ありません。4。今度私がこちらを担当することになりました。部下が上司に急ぎの仕事を頼まれて引き受けました。部下は何と答えますか？1。了解。明日までにね。2。わかりました。明日までにですね。3。かしこまりました。明日までにやればいいんでしょ？4。承知いたしました。明日までにさせていただければと存じます。取引先に商品のプレゼンテーションをしている写真です。この社員は商品をどのように紹介しますか？1。こちらの商品は御社のご期待に添えると思います。2。こちらの商品は当社のご期待に添えると思います。3。こちらの商品はあなたのご期待に添えると思います。4。こちらの商品はお宅のご期待に添えると思います。上司の部長に電話がかかってきました。部長は今取引先と打ち合わせ中です。部下は何と言って部長を呼びますか？1。失礼します。鈴木、ちょっと。2。失礼します。部長、ちょっと。3。失礼します。部長さん、ちょっと。4。失礼します。鈴木部長さん、ちょっと。
電話で顧客が商品をキャンセルしたいと言っています。社員は何と言って確認しますか？1。この商品をキャンセルするつもりですか？2。この商品をキャンセルしたいんですか？3。この商品のキャンセルをご希望ですか？4。この商品をキャンセルいただけるんですか？上司の留守中に上司の友人から電話がありました。外出から帰った上司に部下が伝言しています。部下は何と言って伝えますか？1。部長、友達の大山からお電話がございました。2。部長、友達の大山さんからお電話がございました。3。部長、お友達の大山という方からお電話がございました。4。部長、お友達の大山さんという方からお電話がございました。この写真は顧客から上司に電話がかかってきた場面です。上司は外出していて1時間後に戻る予定です。女の人は何と言いますか？1。戻り次第お電話願います。2。戻り次第お電話しましょうか。3。戻り次第、お電話するように伝えます。4。戻り次第、お電話があったと言います。この写真は、上司が部下に、今日の残業はしなくてもいいと話している場面です。部下は自分の用事があるので助かったと思っています。上司にどのように言いますか？1。そうしていただけると大変助かります。2。そうしてくれると大変助かります。3。そういたしますと大変助かります。4。そうしてあげると大変助かります。Còn một phần session 3 nữa nha cả nhà. Mình sẽ làm sau nha. Thông cảm nha.